この感触、覚えておこう。身についたものは裏切らない。先生の共同、ご指導か。少しは。褒められ慣れてる。できてる。先生。終わったよ。実戦で試してみな。
少しひらめいたこと。戦場で学ぶことも多い。Thank you.
行きますか。この策をかわせますかな。情けない。舞台に上がるより金吉先生、奇襲有利思います。戦果一つ上がりました。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。高貴なる者の力見たか。また強くなってしまったか。私の力見せてあげる。戦いの空気苦手だ。
全てはエーデルガルト様のため。経験はい。私だって鍛えてるのよ。思ってたほどの。やる以上は勝ちたいね。次もうまくいくとは限らないよ。経験を積めば成長するの。すごい活躍ですね。加減すべきだ。打って誇るほどの敵ではありません。戦い、身も心も強くします。仕方ないな。せい！僕にやられるのは嫌だろうね。もっと活躍を見せて。この経験は糧になる。
かったわ。これで戦える。ありがたい。無駄です。ヤグ、情けない。ままならぬ。これでいいかな。みんなでつい。私、遅れ取りません。
らっしゃいませ。またのご来店。焦らず戦おう。はっ！舞台に上がるより緊張するわね。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私の力見せてあげる。行きますか。この策をかわせますかな。神話にかけるに足りませんな。経験はいく。先生、奇襲、有利思います。戦いの空気、苦手だ。礼を言います。加減すべきだ。
私、遅れ取りません。この程度では満足できないな。たとえ我が身が倒れようとも。全てはエーデルガルト様のため。驚きましたな。寝てた方。行きますか。感謝します。敵ではない。また強く。
一歩前進。ごめんなさい、隙があったから。強くなるのも。我が身が倒れようとも。撃って誇るほどの敵ではありません。経験を。私だって鍛えてるのよ。見えなかったでしょ。どう？先生、ここ意味難しくあります。どのような時いかに使います？この誤謬ですか？誤謬違います。それ戦士の挨拶、私知ります。誤謬です。先生、わかりませんか？予想外です。世界広くあります。次ここですが、
いいですか？ここ書かれている、何でしょう。私の顔、何か付着する、しています？学べる期間、限りあります。今しかできないこと、行う。それほど熱心でしょうか。それとも顔の文様気になります？先生、知っている通り、私ブリギット諸島の出です。この文様、ブリギットのもの、森の精霊の加護祈ります。狩猟司る森の精霊、大量と無事願います。精霊様々います。他の文様、腕、背中刻みます。一族の息災、戦勝も祈ります。見ますか先生？服脱ぐできます。わかりました。今夜私の部屋来てください。私先生感謝しています。話いつも辛抱強く聞いてくれます。フォドラの言葉、聞く、読むできます。ですけれど話す難しいです。先生、これからまた力貸してください。私答えます。全身全霊、やらなければならないこと、私あるですから。はい、全身あるのみ思います。悪いな、待たせたか。これでも走ってきたんだぜ。ありがたいね。あったまるね。おお、やれやれ。あ、やれ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 。長居しちまったな。お茶ごちそうさ。また誘ってくれ。エーデルガルトさん、何か探し物ですかね？ええ、探し物よ。また講義に出るのを怠ったリンハルトという人を探しているの。そうですか、無事に見つかってよかった。それで他に用は？怠慢を注意される以外の用が思い当たるのかしら。僕の考える紋章についての推論を聞きたくなったのかと思いましたよ。実はセイロス教の伝承における紋章の成立過程に定説と異なる可能性が。待って、それを聞くと私にとっていいことがある？もちろんですよ。なら聞かせて。いや待って、そのいいことというのは何？楽しめます、それだけ。それ以外に何が必要なんですかね？紋章の研究ですよ。あなた、自分にどれほど才能があると思っているの？素晴らしい研究者になれるわ。紋章の力を世の役に立てるとか、
魔導の分野で新たな発見をするとか。なんでまたそんな面倒なことを僕がしなきゃならないんだ。僕は自分のために研究してるんだし、それがどう使われるかまでは考えませんよ。使い道があればいいのだけれどね。きっとありますって。それじゃ。待ちなさい。ならどんな使い道があるのか私に説明してから言って。なんだかよくわからない芸術品だって喜んで買って飾る人がいるんだから、僕の研究だってきっと素晴らしい子守歌になって世の子供たちに届きますよ。子守歌？いけない、次の予定が。いい、次はないから気をつけなさい。もちろん分かってますよ。それじゃ失礼。ふむふむ、なるほど、この図形が型になって。やれやれ、またここにいましたか、リンハルト殿。ヒューベルト、今いいところなんだ。少し待ってよ。二重線が螺旋になってこう。いや、そうじゃないな。リンハルト殿、残念ながら時間です。講義が始まりますから早く来てください。そんなことよりこの本が。リンハルト殿、貴殿のその熱意は買いますが、今はこちらが優先です。趣味の研究はやるべきことをやってからにしてもらいたいですな。まったく。趣味ってひどいな。これでも何かの役に立つよ、きっと。何かでは困ります。帝国の我が主の役に立ってもらいませんと。稀に見せる集中力や事物への理解力、常識にとらわれない発想の豊かさなど、貴殿の才覚には目を見張るものがあります。あれ、珍しいね、君が僕を手放しで褒めるなんて。しかしその才能の向けられる先が微塵も評価できません。気まぐれで成果が出ないまま目的を変えることもしばしば。そこさえ改善すれば学者として大成する未来もあったでしょうな。あ、そう。はぁ、放っといてくれないかな。僕は僕の好きなことだけをやって生きてきたいんだよ。たとえ貴族でもそのような生き方は許されないのですよ。間もなく帝位を継がれる我が主は貴族の特権にも切り込もうとしています。まあ、理は君にあるよ。それは分かってる。でも僕にはできないんだよ。誰かのために自分が働くとかね。情けない話です。とりあえず行きますよ、リンハルト殿。エーデルちゃん、またしかめっ面してるわよ。せっかくの可愛いお顔にシワが寄っちゃうわ。ほら、笑顔笑顔。ああ、ドロテアね、ありがとう。少し考え事をしていたの。やらなければいけないことが多すぎて頭が痛くなってくる。本当に帝都の貴族連中には役に立たないものが多いから。私が皇帝になった暁には平民だろうと何だろうと使えるものは取り立ててやるわ。平民だろうと何だろうと、ねえ、そんなことできるのかしら。私だって貴族なんてなくなってしまえばいいと思うけれど。できるできないではないわ。やってうまくいかせるのよ。貴族が生まれてからたった1200年、その前には貴族なんていなかったのだから。1200年前がたったね。エーデルちゃんの言うことはいつも途方もないわ。でもそれを実現しちゃうのよね。本当に
歌劇の登場人物みたい。歌劇の登場人物ね。もし後世に私が主役の歌劇が作られたら、どんな風に描かれるのかしら。帝国の歴史を塗り替えた革命史、または行き過ぎた改革を断行した愚帝。随分と物騒だけれど、歌劇の主題としては素敵ね。ちわき肉踊る活劇になるかしら。それとも重い政治の密室劇かしら。ああ、エーデルガルト、その足元は血にまみれようとも。神戸には輝かしき冠、その手には凱旋の旗。ドロテア、そこまで。少し、いいえ、かなり気恥ずかしいわ。もし私の歌劇ができるとしても、ずっと先であることを願いましょう。まったく、我が主も相変わらず無茶がお好きだ。私がこうして。あら、ヒュー君、こんなとこで何してるんですか？気にするほどのことはありませんよ。ただの雑務です。雑務ね。どうせエーデルちゃん絡みでしょ。無論です。それが何か？あなたって本当にエーデルちゃんのことばっかり考えてるのね。いくら好かれるためでも、やりすぎると嫌われちゃうんじゃないかしら。好かれるためではありませんよ。私はエーデルガルト様の従者、主のためを考えて行動しているだけで、皇后になど関心はありません。本当かしらね。そんな風には見えませんけど。エーデルちゃんについてもらえるなら、どんな命令でも聞いちゃうんじゃない？どんな命令でも？とんでもありませんな。我が主の命であろうと、主自身の利にならないと判断すれば背きますとも。本当かしらね。じゃあ例えば、誰か適当な女と結婚しろって命令されたらどうするんです？それがエーデルガルト様にとって利となるならば、結婚するでしょうな。信じられないわ。そんなこと言っていざとなったらできないんでしょう。信じてもらう必要などありませんよ。我が望みは、主が大望を果たされること。他の全てはさじに過ぎません。まるで歌劇のセリフみたい。私には理解できなさそうね。理解してもらう必要もまたありません。私は主に命すら捧げられるのです。全てを投げ打ってでも支えたい、そう思える主はあなたにはいないかと。今はいないけど、いつかはできるかもしれませんよ。ではその出会いを待つとしますか。それまでは我々は理解し合えぬでしょう。私は仕事がありますので、これで。そんなことを言われると、意地でも理解してみたくなるんですけど。